なんかもらえるらしい。高橋なんか受賞するらしい。コミュニティリーダー賞。なんかあんま特に話聞いてないけどなんかもらえるらしい。なぜコミュニティリーダーしたんですけど。すげえ。一応フォーマルな感じになってるんですね。頑張ってスーツ作りましたこれ。すごい。いくらは10年か9年ぐらい。すげえやな。ちょっと擦ってます、ね。遅そんだ。心痛くない？悪意あるなこの切り抜きなんかちょっと。笹さんですおめでとうございまーす。殺してるやん。俺の後ろさ、俺の後ろ生活感しかないんだけど大丈夫かな。どういうこと？俺が多分一番部屋汚いよな。難しいんですけど、すごい難しいゲームで、部屋片付けてくださいって言われたもんな。さっき準備してる時。ちょっと待って、笹さんこんなシャツ着てなくない普段。あのツイッチの緑のパーカーっしょ。あれはあのいつも緑のあのツイッチのパーカー着てるやん。俺何受賞すんの俺。身長部門かもしれん。長身ストリーマー賞。長身ストリーマー賞かもしれないな。国内それしかないやろ。でも巨人でしょ。巨人でしょうか、なんだろうな、虚無でしょうとか、無言、全然喋らなしょうとか、声凍ら通らなすぎしょうくらいしか思いつかん。10億ですテストしとくわ。10分見ないと1億人必要ですか。これでいいよね、俺ね、インタビュー受ける画角。それでは、受賞者の発表に参りたいと思います。どう、めちゃくちゃスーツやん。初め、その配信を始めたきっかけはやっぱ好きなゲームを、何このなんかポケットに入ってるでしょ。人と一緒に見る楽しいを共有するを目的で始めて、こんなねとこまで来れると思わなかったのですごい嬉しいです。あ、おめでとうございます。ちゃんと清掃してもらってありがとうございます。本当に、ね、あ、本当にありがとうございます。清掃してねえじゃ ん, ですけどねえ、なんかおめでとうがいい。俺喋なすぎて無音だ。スパイヤさんです。おめでとうございま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 す。スパイギアさんは元プロゲーマーで、やり込みは誰にも負けないと豪語する熱血ストリーマーです。はい。それではここでスパイギアさんともオンラインでつながっています。スパイギアさんおめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。あ、なるほど。おめでとうございます。おめでとうございます。どうでしょうか。受賞されたお気持ちは。いや、こんな素晴らしい賞を本当にいただいていいのかなっていう自分でなんか嬉しいです本当に。ね、皆さん結構すごく来てましたけども、はい、今のお気持ちはどうでしょうか。なんかジャスパーさんとの対比やばくないですか僕。この生活感。いや、もうゲーマーはね、ゲーマーのスーツはパーカーなんで。なるほど、はい、すごい。なるほど。でもさっき打ち合わせで、はい、なんかスタッフの方にこの後掃除、部屋掃除されるんですよねって言われたんですけど、もう掃除してこれですから。普段通りということで。はい、普段通りです。なるほど。平井さんどうですか、はい、スパイギアさんは。スパイギアさんもね、なんか CR カップはじめいろんな大会に出られて、だいぶこの 1,2 年で見られる数とか環境も変わったんじゃないですか。そうですね、やっぱりいろんな方と出会って、やっぱりみんな個性あるんで、すごいやっぱ楽しませてもらいましたね。はい、結構ね、CR カップとかで、ね、でもなんかこう最終盤でのクラッチとか結構熱いプレーのイメージがスパイギアさんあるんですか。いや、なんかそれは課題評価っすね。あの、全然本当にたまたまっす。楽しくずっとやられてる感じですか。そうですね、やっぱりもう FPS シューターゲームはすごい、もう本当に何年だろう、10年以上 やってきてるんで、まあやっぱり楽しいっすね。うん、なんかあのその時から一緒にチーム組んでた釈迦さんとかスタンドさんとかと一緒にこうなんかまた伸びてるようなイメージもあるんですけど、その辺ってどうなんですか、3人のこう雰囲気的には。そうですね、まあまあそこら辺あんまり意識せずに、やっぱりあのずっとやってきた友達感覚でやってるので、これからもあの仲良くしてほしいなって思ってます。はい。三谷さんどうですか。はい、あ、なんかすごい、あの、初めまして。あ、初めまして。お肌がとっても綺麗ですね。それを言われるのが、そうっすか、本当っすか、ありがとうございます。毎日ケアをされてらっしゃるんですか。いや、特にはないですけど、はい、初めて言われました。でもなんか困ってはるやないか。
そうですね、配信見られてないかもしれないですけど、この機会にぜひ見てください。スパイギアって申します。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ではここで渋谷ハルさんとも渋谷ハルさんといえばスキン出たんだっけ、エペックス。渋谷ハルさん、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。出まして、どうですか今のお気持ちは。お気持ちは嬉しいです。ありがとうございます。待って、渋谷さん声クソでけえ。ハル君お久しぶりです。お、仲いい感じしてる。一回だけしております。はい、エペックスだ。おい、さっきとコメント違うじゃねえか、俺の時と。はい、なるほどなるほど。ということは俺肌綺麗です。おぉ、渋原さんの方が肌綺麗じゃねえかよ。なんか踏み出す一連できたらなと思っています。もう赤み一つねえぞ、マジで。ゲーム関係ねえ、肌褒められたと思わなかったな。なんかロジカルのウェブカメラさ、肌綺麗にする機能多分これデフォで入ってるわ。いつも思うんだけど、配信で見るとなんか肌すげえ綺麗だね。なんか知んねえけど、続きましてストリーマーワードを受賞した、入ってると思う。なんか、ね、スノーみたいな機能が、TikTok とか TikTok みたいな機能入ってる。ビューティー機能入ってるね、プリクラみたいなやつ。多分これ多分言ってないだけで、ロジクルさんが多分隠して入ってるね、これ。お、クズハさんだ。クズハさんです。クズハさんです。ありがとうございます。やばい、眩しい。クズハさんは今最も広く愛される男性 VTuber の一人です。それではここでクズハさんからコメントをいただいております。これさ、クズハさんご紹介をお願いします。このサングラス俺気がつかなかったんだけどさ、はい、今回はストリーマーアワードを受賞できてとても嬉しいです。これ違うんだよね。いただきましてありがとうございます。なんかもう一個あるんじゃないのこれ。なんか調べたらもう一個ついてたけど、ないないわ。こちらの方です。あれ、クズハさん、お待ちした。おい、スタリシューブや。撮った撮った、どう合ってるでしょ。ほら見えてきた。やば、うん、タイヤリスタイリッシュヌーさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。スタイリッシュヌーブさんは、あったあった、人が童心に帰るコンテンツを提供する人気ストリーマーさんです。はい、今回ですね、出演していただく予定だったんですが、体調不良のためコメントを読まさせていただきます。はい、はい、お願いいたします。この度はですね、ゲームストリーマーアワード2021、選んでいただきました。こうなのよ、完成形は。ストリーマーアワードに選んでいただきましてありがとうございます。本来は楽しく配信をしていた毎日の中で突然受賞の連絡をいただいて驚いたとともに、こうやってストリーマーが表彰される時代になったんだなと、感慨深い気持ちです。この賞をきっかけにストリーマーやゲーマーがもっと広く認められる世の中になると嬉しいです。また今回の受賞は配信を見てくれているたくさんの方々のおかげだと思っています。いつも応援してくれる皆さんに感謝していますということでございます。ありがとうございます。はい、スタイリッシュヌーブさん、ありがとうございました。ね、お大事にされてください。ね、ちょっと体調不良ということなんですけども、そうですね。平井さんどうですか。本当にここで合ってる。スタイリッシュヌーブさんは僕実は人生で初めて見たゲームの生配信がスタナさんの配信だったんですよ。何年前だと6年前ぐらいと思うんですけど、そこからすごいのめり込んでったんですけど、なんかそのストリーマーの皆さんに共通してると思うんですけど、やっぱりその上手いプレーを見たいとか、まあなんか解説が欲しいとか、テンション上げたいとかもあると思うんですけど、結局なんかその人の人間性が好きだから見るみたいなのがあると思うんですよね。なんかその人だから、スタンさんだから見るみたいな、それがすごい強く出てる配信者さんだなと思うので、すごい自然体なんですよ。そうですね、なんか人間味があるというか。いや、そうなんですよ、本当無理しないし。さすがコメントが上手や。変わらないんだろうなと思って見続けたいなと思いますね。これじゃあ肌が綺麗で受賞したみたいじゃねえか。山本さんどうですか。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。パーカーじゃねえか。やっぱそうだよ。どうでしょうか、はい、今のお気持ちは。あとゲームやめて普通に賃貸サイトとか見る配信とかもやってますか。あ、見たことあるそれ。俺だけ話すもん。ちょっとしっかりしてよ。あれは何だ、受賞させるなら。いや、引っ越したくてずっと3年。佐藤純一さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。佐藤さん、はい、加藤純一さんは勢いのあるトークで広い層から人気のベテランストリーマーさんです。はい、なんでこれモザイクかかってんの後ろ。ありがとうございます。
今のどうですか、今のお気持ちは。大将喋れて嬉しいです。俺も言いたいことあるんですよ。はい、あの加藤さん、よう配信で僕のこと言ってくれてね、なんか言うじゃないですか。じゃあ加藤さんのファンの人が俺のとこ配信来てね、むちゃくちゃ話しよるんじゃん。お前らどんどんお前だから、ウィスだわ。もう続けてください。津田さんのことが好きだから俺言っちゃうんですよ。嫌なこと言うの。なんてくんの、なんてくんの。めちゃくちゃ津田さんが俺のエイペックスのパッドが吸い付いて、それ言われた次の日が俺のパッドが吸い付くか吸い付くか、うるさいの。そうなんですよ。だからちょっと今度一緒にやってちょっと証明しましょうよ。やってください。と一緒に配信やってください。荒らされて荒らされて俺泣きそうだってね、マビチ。いや好きだから津田さんのことが。俺ほんまですか。はい、ぜひちょっとやらせてくださいよ、今度一緒に。一緒にぜひちょっとやりましょう。やらせてください。ね、本当にもよいしょ。というわけで、何賞だったっけ、受賞したの。全く頭に入ってねえや。なんかストリーマー賞みたいなやつもらいましたわ。よくわかんないけど、なんかもらったわ。なんかトロフィーも多分、そのうち来んのかな、わかんないけど。肌綺麗はちょっと予想斜め上ってたな。スキンケアで気をつけていくことがあれば伺いたいです。俺肌綺麗じゃねえもんだって。ジレット買えばいいんじゃないですかね。男は黙ってジレット使え。そうだよ、肌綺麗だけで1万人見てもらえるってやばくね。早くみんな脱毛しに行こう。ジレットと選ばれちまった。肌綺麗なだけでストリーマーショー。何も喋ってねえのにな普段。撮っちゃったか、肌綺麗なだけで。そうだよ、肌綺麗なだけ夢あるよ。なったわい、みんなも配信者。夢ある配信者は肌綺麗なだけで。やべ、肌綺麗って言われた人からおめでとうございますってリップ飛んできてる。気まずいな。いいねしとこう。あったよ。なんか初心者っぽい。何してたんだろう。肌に見取れてた。やーべえな、俺ギャッツビーとかの CM 来ちゃうかもな。トゥゲザーギャッツビー。綺麗な M は肌から。あれ好きだったんだよな、キムタクやってるやつ。好きにやっちゃってとかってやつ。あの時のキムタク超かっこよすぎて、ギャッツビーのワックス買ったら、いとこのお母さんに、ケちゃん頭パイナップルみたいでかっこいいねってやると、マジ切れそう。俺の1000円返せ。好きにやっちゃった結果パイナップルになりました。いいんだよ、俺はパイナップルイメージして髪セットしたし、嬉しい。パイナップルみたいって言われて。